糸原が守るなら、どのポジションがいいかという質問を受けました。私の考えですが、セカンドかサードだと思います。ショートには中野がいますから、そこは変えられないと思います。セカンドを守るにしろ、サードを守るにしろ、今の糸原には丁寧さが足りないと思います。なので、とりあえずは正面の打球をしっかり取って、ファーストに正確に送球するということを徹底させなければいけません。その練習をオフキャンプでしっかりとやらないといけないと思います。そうじゃなかったら代打の方に回される可能性も十分あると思います。